ここまで横風が中心の水面状態となっています。 G1 徳山クラウン争奪戦、解説70周年記念競争、初日のレースはこれより後半戦です。7レースの予選競争を迎えまして、対戦の6選手登場。このレースもコース争いは動きありません。前半戦は4着スタートはもう一つというところでした。1番の古澤光則、陰線でここは巻き返せるでしょうか。1コースへと向かいます。1番の古澤、続いて2コースが2番の新田雄志、初戦は6コースで展開なく終わりました。続いて3コースには3番の森谷美穂、徳山は今年2回目、前回優勝を果たしています。そして4コース角が4番の古賀茂樹、昨年12月以来の G1 久々となります。5コースには前半戦は3着5番の島村隆義、6コースには6番の浜崎正則、フライング休み残している状況です。この時間帯の横風もそれほど強い状況ではありません。7レースの予選競争スタートまでは10秒を切ります。進入隊形はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース4コースとコーススタート、4コースから4番の子が出ていく。さあ2コース2番の新田抵抗する、それでもまくりに行く。4番の子がと1番の古澤流れた、2人が刺してきました。外枠勢6番の浜崎、5番の島村、この2人がトップラスに抜け出す展開。1番の古澤3番手、スタートは前提正常でした。並んだ2人2幕内から、ここは5番の島村が先に回る。6番の浜崎2幕差しを狙いますが入りきれません。ここで先頭5番の島村が抜け出しました。リードは2手進、レースは2周目に移ります。アウトコースにつける6番の浜崎、その後ろ大きく差が開いての3番手1番の古澤です。2周の1幕5番の島村が回って内をつきますが、6番の浜崎届いていません。差し切るまではいかず、先頭2番手、ここで3手進と差が開きました。先頭5番の島村、2番手水槽、6番の浜崎です。少し3、4番手は差が詰まって、4番手から差を詰めてきたのは4番の古賀。2周2幕3番手1番の古澤が丸、内をついて4番の古賀ですが差が詰まりません。候補は2番に行った3番森谷、5番タラスイです。上位3艇は5番、6番、1番で最終周回です。上位の2人大きく抜け出しました。先頭5番の島村、2番手水槽、6番の浜崎、そして3番手、ここは1番の古澤がリードを広げます。3、4番手差は4点進ほどと開いています。波乱の決着となりまして、2連単の5番、6番では 151.2 倍のオッズ、3連単の5番、6番、1番の組み合わせれば 633.7 倍と後輩等の決着。最後のホームストレッチに移ります。先頭5番島村五輪、6番浜崎五輪、1番古澤五輪、4番古賀五輪、2番3番の順で五輪。